こんばんは、はたななの竹内、あ、マコリンです。つい本名が。はたなのベースのベーです。はい、ありがとうございます。じゃあ今日は6月25日はたなな10周年イベントを行う時の出演していただくペペサーレのお二人に来てもらいました。どうもペペサーレです。こんにちは、ペペサーレです。じゃあちょっと自己紹介をしていただこうかな。はい、イタリア語で塩コショウという意味の、皆さんの生活にスパイスな音楽をお届けするべくやっている、バンドペペサーレと申します。私がボーカルトノと申します。よろしくお願いします。ギターの森リーモシンノスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、なんか対バンさせていただくの久々ですかね。そう、去年の9月。9月。あ、よく覚えてますね。そう、覚えてらっしゃって。あ、その時も久々だったから。あ、あの日だ、ギルティーの日か。そう、ギルティーです。で、俺はそんなに久々じゃないと思ったんですよ、さすがに。半年以上空いてたっていう。そうそうそう、意外とね。そんなでもなかったんですけど、感覚的には。でもなんかペペサーレの2人とは知り合って、はたなな10周年の10年の中で、結構長い時間を締めさせていただいてる気が。そう、なんか初めて会ったの多分、バンド合宿なんですよ。そうだ、そうそう、まだベイ君が入る前に。そうだ、ベイ君に来たわ。で、まあ、某バンドの某グローランプの某石井さんが主催してて、なんだっけ、新潟県ぐらいでやってた、そう、夏にその合宿、バンドで合宿して自分たちの音楽性高めつつバンドの交流しようみたいな会があって、それで初めて会った時に、なんかバンドごと発表みたいのしたのかな、ライブみたいのしたのかな、最後の日にした気がする。あ、そうかも。めっちゃ合宿っぽいですね。そうそうそう、本当合宿っぽい。で、その時に初めてなんかちゃんと、それまでも挨拶はしたと思うけど、ちゃんと見てなくて、で、あ、はたななってこんな感じの人たちいるんだと思ってたら、もう曲始まる前くらいで、エミさん、ボーカルのエミ様が飛び蹴りしてて、マジすげえ華麗な飛び蹴りしてて、誰、いや、誰に、何の理由で飛び蹴りしてたか覚えてないんだけど、でも舞台上であんなに綺麗に飛び蹴りできる人いるんだっていうのが、私の、 あの初対面のはたななの印象。いや、なんかすごいロックバンド、パンクバンド。多分それは。なんかあの日、あれって確かもうはたなな結成してほんとすぐぐらいの時だった気がする。そうなんだ。はたなな10周年って聞いて、我らも去年10周年だったので。あ、そうですよね。おめでとうございました。だから俺はたななもっと前からやってるもんだと思ってたから。そうそう、あれ、じゃあ大体同じぐらいなんだなって。あ、ね、そうですよね、ね、だからもうすごい長い間お世話になってます。いや、ありがとうございます。なんか俺もその合宿の時に初めて、その最終日かなんかの発表の時に、音を聞かせてもらって、まあ、それは全然ね、本当にね、石井さんのお知り合いみたいな感じだったから、そう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 、あんまり交流持てなくて、音楽聴いてみたら、何このお二人むちゃくちゃうまいじゃんって思って、えって思って、思いながら見てました。え、ありがとうございます。あの頃はその今のその、まあ、ロックバンド形態というかに変わった直後だったんで、まあ、新しくこういう感じでやっていきましょうっていうね、感じだったんですね。その前はね、アコースティックで。あ、そうなんですね。爽やかーな、ね、やってた、ね、路線が違うってこと。そうそうそう、なんなら3人いたんだよね、もう1人メンバーは。え、パ、なんのパートの方が、アコースティックギター持って弾くシンガーソングライターがいて、で、私はちょっと当時ベースを練習し始めて、で、兄貴がエレキギターで、アルフィーみたいなことをやろうみたいになってた。そうそうそうなの。え、もう3人歌うみたいな。そうだから、3人全員歌ってた当時は。へえ、でも別に私メインじゃなかったんですよ。へえ、そうなんだ。そう、だから兄貴ソロ曲ももちろんあるし、なんかじゃあうちらのオリジナルっていうのも結構3人で交互に歌ったり、3人ががっつりコーラスするみたいな。へえ、で最初は本当にギター2本でやってたけど、あれお前
名字桜井じゃねっていうことに気づかれちゃって、桜井だったらベースやったらアルフィできんじゃねってなって、そういう名字で名前からそう、ね、そう、で一時期練習したけど、うん、まあ多分ね本当にね、うん、1ヶ月ぐらいしかやってないもう違うなってそう、なんかこれ弾きながら歌うとか私無理だなみたいになってきたぐらいの時に、うん、そのシンガーソングライターの人が、うん、やっぱ俺ソロでやりたいというか俺がメインで歌いたいって言って、うん、じゃあ一回解散じゃないけどなんか一回休もうって言って、うん、残された二人でどうするっていう風にやったことがあって、そう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 、でじゃあ俺ロックや本当はやりたいからそれやる気あるって言われて、いややる気あるっていうかぶっちゃけロックどういうのかわからないってそう知らないって言ってだからいいよやってみようみたいな、あそんな感じ、知らないけど知らないけどね、そう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 、だから俺の解釈としては、うん、その解釈というかトノちゃんは、うん、あの R&B です、リズム&ブルースの、うん、そうそう、ね、そういうのやってた 人なんです、うん、元々、そうそう、でもリズム&ブルースの源流はブルースだし、ロックも源流はブルースだし、うん、できんだろうって強引な、はい、元は一緒だよ、なるほどね、そうそうそう、源流は一緒だから大丈夫だってことで、なるほどね、無理やりそうで言われたから、もうじゃあやってみよっかみたいに言ってこの携帯になったすぐで多分畑の音でやったって感じだった。でも3人組の時は全然ペペサーレっていう名前でもなくて、名前ではあったので、名前ではあったんだ、カタカナでペペサーレだったの。へえ、そうそうそう、あのペペサーレはそのシンガーソングライターの人が北海道出身だったんですけどはい、はい、北海道でよく俺元カノ連れてってたイタリア料理のチェーン店があってペペサーレって言うんすけど、うん、あ、そうなんだ、あれ名前にしたらどうすかねってなって、うん、そうだから全然関係ない人の元カネとの、うん、元カノとの思い思い出のお店の名前を今でも使っている。実はチェーン店だった。そうチェーン店。チェーン店だった。びっくりドンキー系。北海道、そうなの。北海道ローカル。そう、北海道にはいっぱいあって、だから北海道の人がもし見てたらね、知ってるペペサーレみたいになるかも。あれあのお店が元の由来か。そう。なんですけど、うん、コロナでペペサーレ全店閉店してしまったんですよ。マジですか。そう、それまではなんなら。あっちでは3世ぐらいの、そうぐらいの感じだったんですよ。でだからペペサーレって入れて検索した時に、うん、向こうがまだ上位に出てうちら何番目みたいな、でだんだん上がっていくのが楽しかったのに、いつかはあのペペサーレ超えてやろうと思ったら一回超えた時あって、そうまだ、まだお店がそうあった時、うん、すごい、そうだから、うん、これうちら超えたじゃんと思ったら、向こうは東京でいうとサイゼ超えだよねって、そうと思ったんですよ、ね、うん、でもね思ったんだけど向こうは金に物言わせて、うん、あの PR ってやつでスポンサーってやつで上に行っちゃったんですよ、一番上に出るようにしちゃったから勝てないやつがちょっと積んだやつだね、そう、うん、そう結局それからずっと勝てなかった、うん、多分我々のが出てきちゃったから、負けじとね、だからちょっと影響を与えたのかなと。確かに確かに、でもトップにいなきゃいけないって向こうも思ったわけペペサーレの、うん、でそうしてる間に我々一回終了しまして、あー、はいはいはい、一回活休入っちゃった2017年そうでしたね、はい、10月に一度終了いたしまして、はい、でまた本家ペペサーレがね安泰かなと思ったら、うん、今度はあっちがなくなってしまったと。いや目標だったのペペサーレの宣伝の曲をペペサーレがやるみたいな、やるみたいなね、そうそうそう、あもしくは向こうに文句言われて、うん、バンド名変えるっていうね、むしろ渋々変えるのがちょっと目標だったんだけどなんかそういうのなんか某ギターロックバンドもありましたよね、あそう長からカッコついてる人だったね、カッコついてるね、それちょっとこうあんま言えないですけど、なんかあるらしいですねそういうことがね、うん、その本家行ったことあるんですか、あるんですよ、それが実は活休した時に卒業式イベントっていうことでライブを打ったんですよ、うん、で、はいはい、私たちは一回ペペサーレを一回卒業しますと、うん、って言って、うんうん、卒業式のライブをした後に、うん、卒業旅行として私たち二人とよくサポートしてくれてるメンバーとマネージャーとかそういうスタッフも含めて総勢10人ぐらいで卒業旅行に北海道に行ってペペサーレに凱旋するっていうのを実はしてるんですよそこまで含めてのあれですよねそのイベントって、あちらの人たちから地元の人たちからしたら、うん、まあサイズぐらいこう気軽に行けるファミレスみたいな感じなのに、なんかあそこの前で妙に記念撮影してる人たちがなんか盛り上がってんなって
そう、ね、それお店の人には言ったんですか。言いました言いました。あ、そうなんですね、うん、そういう店長みたいな人に、ね、いや全然あの店普通の店員さん、店員さんに、うん、やってされてバンドやっててみたいな。そう、多分パートのおばちゃんだと思う、ね、そうだよね、うん、あはーみたいなその辺に行ってもなって感じ、ね、あるある。俺たちがすげえ売れてたらねってなったかもしれないけどね、まあそこそこだったから、ね、そうそう、うん、いきなり来たさ団体にそれ言われてもって感じですよね。そうそうそう、なんかおオンってなってた。でもやっぱあれですか、そのしなんだっけ、も名前の由来塩コショウなんていうことは、うん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 、聞いてましたか、本家もちゃんと。あ、でも多分向こうはイタリア料理屋さんだから、うんうんうん、そもそもなんていうのかな、そのイタリア料理としての基本的なネーミングとしてペペサーロを多分使ってたと思うんですよ。で私たちは最初お店の名前としか思ってなかったんですけど、はいはい、これを使うからにはしっかりとした由来みたいなのを元カノと言ったとかじゃないやつ必要だぞってなって、そう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 、意味付けしようぜってなってはい、はい、で調べたんですよ、はいはい、そしたらイタリア語で塩コショウって書いてあったから、あ、そうか、うん、ペペが、まあ、英語で言うペッパー、あー、うん、はいはいはい、でサーレがソルトってことなんですよね、うん、だからペッパー&ソルトだったから、あ、これはじゃあ身近なスパイスみたいな音楽をお届けすればいいじゃんみたいな、うん、あ、なるほどね、そう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 ってなってそれをずっと使ってるけど、うん、そうそう、それでね、もう一回この YouTube 見てる人はさっきのやつに戻すとそれは当たり前かのようにずっとね、あの私たちが紹介で使ってるっていうことがね、なんかあの当然のように、ね、紹介、あの自己紹介お願いしますって言ってスラスラ出てきたもん、そうそうそ、びっくりしちゃった、そう昔から、ね、そう前から言ってる、すごい、さすがさすがだなと思ってそういうコンセプトがやっぱしっかりしてるっていうのがすごいね、と思うんですけど、うちは刀の由来はただあの、うん、そこにいるドラムのヨチさんと、うん、あの飛び蹴り食らわしてたエミちゃんの誕生日が27、20代で、もともとその2人から始めてて、そう、でそこから由来、俺は全然関係ないんですよ、うんうんうん、27には、うんうん、そう、そこから由来で、でも俺に関係ないからなと思いながら言ってるんですけど、うん、でもなんか俺の中で27って、うん、あのロックカリスマが死んだ年、死んだ年齢だから、その精神でやってますみたいな感じで、ロックなのか、そうそう、いますね、うんうんうん、っていう風にこれも後付け、後付け、いや、いいと思う、ね、世の中後付けでいいと思う、そう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 、後付けサクサクってやつ、そう、なんだっけ、あと乗せか、なんだっけってなった今かあのタヌキかなんか、そう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 、そう、それがなんか浮かんで言ったけど、うん、あれなんか違うと思って、乗せね、あと乗せ、あと乗せでしょ、あーマジウケる、ハタナナは結構ね影響を受けてまして、我々も、本当ですか、そう2014年ぐらいだったかな、うん、にいろんな曲作ってて、はい、ハタナナみたいな曲作ろうよ、そう話になって、仮タイトルハタナナそう実はあった、マジで、で、うん、作った曲があった、じゃあ俺らも今度は作りますよ仮ペペペペペサーレでぜひぜひ、でもむちゃくちゃ難しい曲になっちゃいそ そうだギターがとか、いやいや、弾き倒す系のギターかね、でもあの旗七のこうなんかパーンとこう、そうそう、ね、こう勢いのある感じってのをね、ちょっと念頭に置いて、そうそう、なんか明るくて爽快な感じなんだけど、ちゃんとおしゃれなことやってるみたいなイメージで、私たちの旗七って、うん、そうだからなんかメロディーとかすごい分かりやすくてキャッチーだけど、バンドはしっかりしてるみたいなね、そうそうイメージだったから、それでやってて、そう、あ、じゃあその曲入れよう、この日の、あ、そうだ、あ、ぜひぜひ、お、楽しみ、ライブの本番でそれが何の曲だったのか公開するっていう、それ最近はやってる、やってる、あ、ここんとこでもちょっとやってないね、そういうあんまり、うん、あ、じゃあ楽しみ、楽しみ、ちょっと久々にそれ入れましょう、うん、やろうやろう、え、聞いたら分かりそうですか、分かるかな、 MV とか作ってる曲じゃないですよ、あ、で、
私がなんかその去年の末にあのポリープの手術をして、うんうんうん、そう、それからちょっとなんか声の持ちみたいのが自信がなかったから実は休んでただけで、はいはい、それまではライブでめっちゃやってたよね。やさね。そうそうそう。あ、だから去年対話した時やってたかな。どうだろうね、忘れちゃったね。でもやってたかもぐらいの感じの曲だから、うん、まあ全然そう。だからちょっと6月までに私も体力を戻します。歌う体力を。そうね。うん。うん、へえ。じゃあちょっともう時間も時間なんで、うん、じゃあ6月25日ぜひいいライブを期待しています。あと、はい、畑奈々っぽい曲どれかっていうのをみんな当てよう。そう、当てて、はい、それから言っちゃうかもしれない先にねその曲の前に、うん、それじゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。またね。6月25。625待ってるよ。ありがとうございました。